so hard to hide. You hold it all inside, pretend it doesn't matter. Why keep it to yourself when you got someone else you know can make it better? You try to be so strong, but I always tell when something's wrong. See you when you're feeling down. Hey, wasn't it you who's always been there for me? Don't forget what we've been through together. Hey, isn't it true? We promised to always be best friends forever. Yeah. Ooh. Words that you don't need to say, the set that's on your face. ネリと言われちゃいますしね。なんだって、どうすんの俺、どうすんの。いや、ただいろいろやってみたいななんて思っちゃったりなんかして。やるよ。あ、そうそう、こないだ街を歩いてたら声かけられちゃった。エステのアンケートですか。やだ白石さん、それマジっすか。うん、もちろんファンの人からよ。あんたこんなことないわよね。うわ、ないです。そうだよね、アシスタントだもんね。ま、頑張りたまえ。でも僕宛てのファンレターがどっこいしょいち、こんなに。なんでよ。ちょっと伊藤、あたしやってないよ。なんか声優みたい。あんじゃねえかよ。一枚だけ。会員証の有効期限が近づいています。で、これレンタルビデオのゲームじゃないか。アキラ様、そろそろ本題の方を。調子乗ってんじゃないわよ。あんたの代わりはいくらでもいい。
すいません。じゃじゃーん、発表しまーす。なんとこの番組でフィギュアを作成することになりました。フリップ、フリップ逆さま。ねえ、もう分かっててやってるんだから、もううまいな、アキラ様。実はですね、今回の企画はペロ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 。 Don't touch me。 ペロ、あれ、おかしいな。今回の企画はですね、 Don't touch me。 今回はペロ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 。まさかこれ。やめそうもない。はい、というわけで今回のフィギュア化は皆さんからの投票でどのキャラにするか決定します。このキャラをフィギュアにしてちょっという熱い思いを待ってるね。皆さん投票よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で、次のラッキーチャンネルをお楽しみに。バイビー。こんな投票したら本編のキャラが1位取るに決まってんじゃないの。何これ、私かませんの。いや、まだそうと決まったわけじゃないですよ。ああ、そうか、ついに僕もフィギュア化か。何言ってんの、これ。